国立府中インターチェンジ入口交差点東京都道20号府中相模原線を左に分岐国立市内中央道との立体交差より西上整備の時期に国立山中交差点を西側から撮影した写真と思われる川辺堀の内の貸し段球より木々の右向こうに道路照明灯が一つだけ見える日のバイパスは東京都国立市から日市を経由して 八王子市に至る国道20号のバイパスである。日野バイパスには二つの路線がある。一つは東京都国立市や保の国道20号国立府中、インターチェンジ入り口交差点から日野市を横断して八王子市、高倉町の国道20号、高倉町西交差点に至る路線である。2007年3月24日に両側4、車線として全線開通した。 2007年4月1日から日野バイパスが国道20号となり日野バイパスに並行して走る甲州街道が国道20号から東京都道256号八王子国立線へ移管された。もう一つは川辺堀の内から西平山に至る路線であり、仮称で日野バイパス延伸部と呼ばれる。こちらは豊田駅付近に 片側1車線暫定開通区間があるほかは、大部分が未開通である。県央道へのアクセス道路として整備中であり、全線開通は当分先とみられる。遠心部方面は、国立3.32号線、日野3.32号線に属する。また、東京八王子線の一部を構成する。また現在の本線の遠心部分規制は、日野3.34号線に属している。 長い直線部分、道幅が広い部分が多い。制限速度は時速 50km に設定されていたが、2011年10月より、全線の最高速度が時速 60km に引き上げられた。IC 出入り口や多摩川を越えた交差点などは日時により渋滞が発生することがある。日のバイパスは以下の課題を解決すべく建設が計画された。 大部分が未開通。ありがとうございます。